オリビエ・ジャックはフランスムルトイコールエイコールモゼル・ケンベリー・ラップット出身のオートバイレーサー2000年のロードレース世界選手権 250cc クラスチャンピオン1994年ジャックはヨーロッパ選手権の 250cc クラスでシリーズ2位となり翌1995年にロードレース世界選手権 250cc クラスにデビューするデビューイヤーから 毎年シリーズ10位以内に入る活躍を見せ、2000年には、ヤマハユーザー250を借り、所属していた、テック3のチームメイトの中野マヤ、本ダの SR250 を借るグレジーニレーシングの、加藤大二郎らと激しいタイトル争いを繰り広げた、結果、初のシリーズチャンピオンに輝いた。翌2001年には、テック3チームと共に 500cc クラスに、ステップアップを果たす。 3年間チームに在籍したが、表彰台の獲得も叶わなかった。2004年には、レギュラーシートを失ったが、森脇のマシンを買って、ワイルドカード枠で2戦に出場した。翌2005年にもレギュラーシートの獲得はできなかったが、重傷を負ったアレックス・ホフマンの代役として、川崎から6戦出場。ウェットレースになった初戦の上海では、自身初の表彰台。 チーム最高位となる2位に入る活躍を見せた。以後ジャックは川崎にテストライダー兼呼び、レースライダーとして雇われることになった。2006年はレース出場の機会はなかったが、2007年には中野マ也の後釜として、久々にレギュラーライダーを務めることとなり、同じフランスのランディド・プニエのチームメイトになった。セッテジュベルナウは、ジャックの前に自分がオファーを受けたが断ったことを後に、 明かしている。2007年シーズンは苦難続きとなった。第3戦イスタンブールの1周目1コーナーでは、ブレーキングポイントをミスして、コーリー・エドワーズ、ダニ・ペドロサ、クリス・バーミューレンを巻き込む多重クラッシュを起こしてしまった。続く第4戦上海ではプラクティス中に転倒、腕に重傷を負い2戦を欠場。 第7戦カタロニアでもプラクティス中に負傷し、決勝レースを欠場することになった。度重なる転倒負傷の結果、6月にジャックは、モートジッピーを引退することを発表した。ただし川崎レーシングチームには、開発ライダー兼テクニカルアドバイザーとして残ることになった。2009年、川崎はレース活動を縮小し、プライベートチーム扱いの、早手レーシングとなったが、 ジャックはチームへのサポートを続けた。ありがとうございます。